こんにちは。今回はねじり子回りで縁取りをしたコースターを紹介します。このコースターは長編みの円編みを3段まで編み、4段目でねじり子回りを編んで縁取りをしました。編み方を編み図で説明します。1段目は鎖編み5目の輪の作り目に長編みを編みます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、長編みを15目編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。そして2段目は、1段目の長編み1目ずつに2目の増やし目をして、倍の数に増やします。今回は極太のコットンの糸を使います。かぎ針は、7号のかぎ針で編みます。ここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、鎖編み5目の輪の作り目を作りました。この輪の中に長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次は輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけてまた2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。輪の中に長編みを全部で15目編みます。長編み5目を編みました。編み地を寄せながら、ここまで、あと10個の長編みを編みます。長編みを全部で15目編みました。最後は最初の鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして1段目が終わります。2段目は1段目の目に2目の増し目をしていきます。ここから長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、鎖編みを編んだ同じところに長編みを1目編みます。これで2目増えたことになります。次の長編みにも2目の増し目をします。次の長編みは鎖編みの次の、この長編みの頭はここです。次の長編みの頭に長編み2目を編み入れます。1目に2目の長編みを編み、次の長編みの頭にも2目の長編みを編みます。これを繰り返します。1目に2目の長編みを編み入れて、これをここまで編みます。2段目の最後のところです。最後の目に長編み2目を編みます。長編み2目を編み、最初の立ち上がりの鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、これで2段目が終わります。次の3段目の編み方を編み図で説明します。2段目は1目に2目の増し目をしてきましたが、3段目は1目おきに増し目をします。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次の長編みの頭に1目に2目の増し目をします。そして次の長編みの頭には1目に1目の長編みです。1目おきに二目編み入れるのと、一目編み入れるのを繰り返して、最後は二目を編み入れて、最初の鎖編み三目のところに引き抜き編みをします。ここから三段目です。三段目も立ち上がりの鎖編み三目を編みます。
次は、隣の長編みの頭に、長編み二目の増し目です。一目に二目の長編みを編みます。次の長編みには一目だけ長編みを編み。次の長編みは二目編み入れて増し目をしていきます。次は一目に一目の長編み。そして次は一目に二目の長編みです。この編み方が三段目の編み方です。二目編み入れて、次は一目。次は二目です。一目おきに二目の増し目をして、ここまで編みます。三段目の最後のところです。二目増し目をしたら、次は一目だけ編み。最後は一目に二目の長編みを編み入れて。最後は引き抜き編みです。鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。これで3段目までの円編みができました。次の4段目でねじり細編みを編みますので、この糸はここで引き抜いてしまいます。ある程度長さをとってハサミで切ります。次は4段目の編み方を説明します。3段目で引き抜いたところから、次は4段目はねじりごま編みを編みます。この目印がねじる印ですから、ねじりごま編みを長編み1目に1目ずつ編みます。最初は立ち上がりの鎖編み1目を編んで、ねじりごま編みを編み、次の長編みに1目ずつねじりごま編みを編みます。3段目までの長編みを編み終えて、次はねじり細編みを編みます。同じ糸で編むときは、この位置からねじり細編みを編んでください。今回はねじり細編みは糸を変えて編みます。こちらの糸でねじり細編みの縁取りをします。糸を変えるときは、一回鎖の目を作ってください。大きめな緩やかな目を一目作っておいて、糸を切った少し前に戻ります。この糸を一緒に編み込みますので、少し前のところに戻って針を入れ、鎖の目を引き抜きます。この引き抜いたところに立ち上がりの鎖編み1目を編んで、ここからねじり細編みを編んでいきます。ねじり細編みは糸をねじって編む編み方ですので、この鎖編みの目は大きめにしたままで、次に鎖編みを編んだ長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出します。この時、糸は長めに引き出してください。ねじる分、余裕を持たせて糸は長めに引き出して、針先を手前から向こう側にねじって、ここで糸をかけて引き抜きます。これがねじり細編みです。次の長編みの頭にもねじり細編みを編みます。この時の鎖編みも長めに引き出して、次の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて長めに引き出してください。長めに引き出して、この糸をねじります。そしてここに糸を引き抜いて、ねじり細編みを編みました。これを繰り返します。次も長めに目を引き出してから、次の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。針を向こう側にねじっ
ってから糸をかけて引き抜きます。これがねじり細編みの編み目です。これを繰り返します。この糸を編み込みながら長めに糸を引き出して、次の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて、長めに引き出し、針をぐるっとねじってから糸を引き抜きます。この模様がねじり細編みです。長めに引き出し、長編みの頭に針を入れ、糸をかけて長めに引き出してから針を回転させてねじります。そして糸を引き抜きます。これを繰り返してここまで来たら、こちらの糸を巻き込みながら編んでいきます。編み込んできた糸が短くなりましたら、ここでもう編み込むのはやめて、次の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、長編みに引き出したのをねじります。糸をかけて引き抜きます。そしてこの糸を次は編み込みながら行きます。まだここは長編みの頭に針を入れて、ねじって引き出します。そして次は鎖編みのところです。鎖編みの3目のところに針を入れて糸をかけて引き出し、ここもねじって引き抜きます。この糸を少し編み込みながら行きます。次の長編みのところにも糸をかけて引き出してねじって引き抜きます。これを繰り返します。糸を編み込みながらねじり細編みを編みます。この糸はある程度のところまで編んだら、全部編み込まなくてもこのぐらいまで編んだら大丈夫です。これをここまで編みます。ここまでねじり細編みを編んできました。あと2目です。糸を長めに引き出しておいてから、長編みの頭に針を入れ、長めに引き出してねじって引き抜き、最後の目も長めに引き出して長編みの頭に針を入れて長めに引き出し、ねじってから引き抜きます。そしてここの最後のところは、この糸を一回抜いて、針を最初のところに針を入れて、糸をかけて後ろに引き抜きます。後ろに引き抜いてから、ここで一回鎖編みを編み、これで糸は切ります。ここが最後のところでこのように仕上がりました。この糸は後ろの目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。そして途中まで編み込んできたそれぞれの糸はここで切ります。ねじり細編みの縁取りができました。長編みを3段目まで編んで、最後にねじり細編みの縁取りをつけたコースターを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。